リアンです。カズヤ。ジュンと申します。リンピツンツン。コーキーツンツン。おすもち。今日はお便りないですか？あ、今日お便り来てるっすよ。19歳大学生からですね。ホストの人ってよくどんなお世辞を使いますか？まだホストに慣れてない子だと思うんですよ、多分。何がお世辞かわからないと。可愛いはもう鉄板ですもんね。可愛いはでも寂しいより含まれてるって言ってますもんね。スマイル的なね。まあでも僕今日はですね、初回でおっぱいめっちゃでかくない？何か爪綺麗だねとかじゃないですか。チラッと見て。デコ褒めちゃう。デコ綺麗すぎ？舐めていい？正しい。舐めていい？舐めていい？デコと歯間で結構すごい嫌だったよ。おい！結構嫌だった。嫌だった。ちょっとハンターハンターのキルアっぽいよね。本当言われるよね。いや、言われないです。言われない。それも多分その手も使うんだろうね。誰そうなんですよ。あ、似てるって言われるだろうなみたいな。若干しゃくれてたら、あやつ早く似てるみたいな。なんかあとちょっと戦争っぽかったらさ、広瀬アリスとか言ってるからね。逆もあるでしょ、でも。向こうもなんかお世辞なのか、褒めてんのかわからない。めっちゃより芸能人に似てるやつ。どっちなの？俺もどうしようもない時あったもん。新庄に似てるよねって言われて、オフコースって言ってた時期あったもん、ずっと。新庄。最近トライアウト。出始めた。コースとかだったら、ちょっとほら、整形してるとか言ったら、お世辞じゃないけど、本当にやっぱり。俺もマジで言われるんですよ。整形してますと。どっちで来てんの？どっちなんそれ？なんかボケるやつ？いや本当に真剣なやつもいるからさ、ふざけんなよとか言ったらガチなやつもいるからマジでわかんない。なんかあのさっきも言ったやつ、整形もそうだけど、こっちのタグついたら美容師っぽいねって言われて、パーマかけてるからじゃないですか。もう一個その次の紹介とかついたらホームレスとか言われるんですよ。どっちだからわかんないよ。さっきからどっちなの？ちなみに年明けは俺本当にかっこいいかっこいいかっこいいかはね、100点で言うと何年？ビジュアルだけ。ビジュアルとかも。あ、じゃあ一回ビジュアルだけ。ビジュアルだけで言ったら結構点数つかないですよ。どういうことだよ。ゼロに等しいみたいな。俺いない時たまにモップって呼んでますから。おいモップはやばい。魂もないやつじゃん。魂人のなさる方がいい。中身入れたら結構。中身はいいやつなんで、50ぐらいで。それでもかい。お世辞言う時ってなんかもう、こいつ違うなってもう諦めた時みたいな。しぶしぶ話してる時じゃないですか、お世辞言う時って。もう俺もう諦めてるからな、その時は。誰かいい人いたって言っちゃう。終わりっす。もうそれを言ったら終わりっす。照れくさいからふざけるっすけどね。マジでこの席で一番可愛いわって一人しかいないのです。で俺よりマジで可愛い。あんま受けなかった。さっきが受けたからちょっと。いやこれいけっかなと思って、またこのノリで。結構困るのが、誰々に似てる系統で自分の枝を紹介されるときに、枝の子がキョトンとなるときがもう一番嫌だ。自分がやられるときっすよね。そう。わかるーなんでさっきから共感めっちゃとんでもないっすよ、もうここ。指名の子が世界で一番かっこいいなって友達がハマみたいな。それあるな。好きな子には多分よく見えるんだろうね、相当ね。なんかめっちゃ黒髪だねこれですよ。意味わかんないですけど、めっちゃ黒いみたいな。髪めっちゃ黒いね。褒めるとこ、褒めるとこないやつにはめっちゃ黒髪だね。めっちゃ黒いね。お世辞でもなんでもない。こんな黒い髪見たことないよみたいな。マジでバカなやつとかカバンとか褒めるよ。とにかく何かどっか一部分を褒めろみたいな。靴かわいいとかね。そう。靴かわいいとかよくないじゃんそれ。なお前じゃないじゃん。デザインしたわけじゃない。めっちゃかわいいね。可愛い子に褒めるとき。むずいね、逆に難しいっすね。中途半端ぐらいの可愛さだったらまだ可愛いって言ってた方がいいし、定型やろうみたいなやつはとりあえず、あーそれは褒めた。金いくらかってんのとかしてると意外と大丈夫っていう。あと次の褒めた方がいいよ、多分整形系は。地元どこなの？茨城だったら茨城のやつに悪いやついないって褒める。それどこでも言えるどこでも言える。僕そういやあれあるっすね。明らかにこう見えた時にディスカートが見えてる子とか、ああ。どんだけ切ったのとか、そっちでいけるんか。安全カミソリでいったの、それとも安全じゃないやつ。そういうパターンの聞き方すると先生はやっぱ。だから俺それが一番触れれないやつで、俺もホスト始めた時にリスカーの子がいて、そんなのやめた方がいいよって言っちゃったら、あんたに私の気持ちが分かるのって言われてから、もうずっとその10年間もらうリスカーについて突っ込まなくなった。先生はいけるんだもん、その辺は。僕はあんたの若い気持ち分かるのって見せたら、あ、これだよって見せた。このお世辞っていうのは、これマジで、指名権とお世辞じゃないかと思って、
初回にちょっと言われて、初回で言われて感じよかったのに送りづらかった時にそのパターンが多いよ。全然あるよ。まあ お世辞の鉄板だよね。やっぱ私年上が年上好き。ああ、いや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 、で金髪の若いの送りでしょ。今持たせんな器用と思うんだよ。それはもう毎回毎日、俺も毎日言われてるよ多分。お世辞言われない？言われる？いや、お世辞か分かんないですよね。多いから。もう俺はめちゃくちゃ迷うっすけど、もっと分かんなくて。言われ慣れてないから多分新鮮なんですよ。おい！さっきその話したんだけど、改めて言うだろ。10回に1回かっこいいねって言われたらマジかっこいいなんじゃないですか。おおみたいな。いや違うんですよ、俺10回中で10回言われるんで。一緒じゃないですよ、スタートが。普通に混ざっててもね。はい、それは全部ブスなのに、俺はそこにちょっとかっこいいって言ってくるやつがいるから、まあ、本当のやつもまあちょっと、いや本当かなと思いやすいっていうか、そういうのを騙されやすいというか。なんでそんなさ、爆笑しねえってやつ、クスみたいなやつやめて。鼻で笑うやつがマジ本気だから、それお世辞なのかな、どうなの。楽しませるためにやってるようなところもあるし、気分よくしてあげたいなっていうのもあるからね。そのままちょっと疑わずに、やっぱでもベースより外れるようなお世辞は言わないよね。デブに痩せてるわ言わないから、特徴に近いところで褒めてるわけだから、そこはまあ素直に楽しんでほしいなと。ではこの動画がいいと思った人は、チャンネル登録、グッドボタン、いろんな体験談、コメント、コメントほしい。ぜひぜひ待ってます。ホースマッチでした。